6日もすごく良かったんですけど、あさってからまたバリに移住します。産んでしまったがゆえに周回遅れになっている、子供がいるから自分の人生がこう制限されてるっていうのをすごい悩んでました。子供がこう世界に自分を連れてってくれたってめっちゃすごいことよね。そう、うん、そもそも起業もしてないと思う。いや、私も自分が入るんだったら貧乏そうで不細工な集団に入りたくないじゃん誰も。それでは4人目の登壇者をご紹介いたします。会計士で売上デザイナーヨーコリンの登場です。皆様大きな拍手でお迎えください。ヨーコリン、これまで4000人以上の女性のお金の不安を解決してきたお金と心の専門家です。はい、というわけで、はい、ヨーコリン今日ありがとう登壇。はい、ありがとうございます。ヨーコリン今どこに住んでるの結局？今は子供の夏休みで日本にいるんですけど、もともと寒い島に移住をして、寒い島もすごく良かったんですけど、あさってからまたバリに移住します。そうなんだ、はいすごいね。サイに移住したのも 2ヶ月前とかよね。そう、今年の春ですね。春か、今年の春行って、寒いは寒いですごい良かったんですけど、一緒に行こうよとか、来てよ来てよっていうのがちょっと寒いだと言いづらい。確かに、あんまり来てもらえなかった、乗り継ぎがあるからね。そうそうそう、直行便もないし、実際行ってみて良かったけど、そこにちょっと課題があると思って、朝木さんから、A か B かじゃなくて A も B もって両方取りに行くっていうのを習ってるんで、じゃあちょっとバリも試してみようみたいな。いや、ほんとそう、移住ってさ、別に2ヶ月でいる国変えてもいいわけよね。そうなんですよ。一回試してみるたらいいんだよね。だって嫌だったら別にいつでも帰ってこれんだからねみたいなね。そう、それで、まだ寒いに帰る選択肢も残してます。あ、そうなんだ。そう、全ての選択肢を残しながら、全部を取りに行く私にとってのベストを今探しているところです。すごい。私も9月をきっかけにバリに移住しようかと思ってるから。だからあの近所に住もう。近所に、みんなで近所に住みましょう。みんなで近所に住もう。イエーイ、楽しみ。いや、すごくない？また奥女が集結したわ、バリに。本当ですね。もう朝木ストの奥女もう4人ぐらいいます。いや、確かに。だからバリで朝木スト奥女村を奥女村作りましょう。楽しみ、楽しみ。私は本当に、今でこそこうやって女性の自立を促す企業塾をね、お金の心理学アカデミーというものを主催しているんですけど、でも朝木さんの講座に入る前、4年前っていうのは、本当に育児に悩んでたんですよ。自分みたいに自信のない子供をになってほしくないって思って、だから子供だけはなんとか自分の自信を持った自分のことを好きな子供に育てたいと思って、すっごい育児書を読み漁ったりとか、そういうなんか講座があったら学んでみたりとかして、でもどうしてもなんか自分に自信が持てない私だったんですよね。でそこで朝木さんの講座に入って、そこがすごくこう180度変わって、今ではこう子供のことも信じられるようになったし、教育移住もね、いろんな国で試しながらベストを探すっていうことができるようになってます。今日子供も見に来てくれて、ちょっとママ綺麗だね。朝木さんに会うの楽しみにしてきました。本当、ね、ありがとう。朝木さんになった時はまだ赤ちゃんだったんですけど、もう4歳になりました。4歳になったんだ、もうヨーコリン のどれだけ子育てに苦しんでて大変だったかみたいのは私の YouTube チャンネルに残ってるよね。残ってます。そう、母子手帳埋めまくる系。そう、なんか育児日記みたいなのが病院から配られたんですよね。で24時間の時間でいつおむつを交換したかとか、おしっことかうんちとかのと、あとご飯何食べたとか、何時に授乳したかっていうのを全部1年間つけてたんですよ。でもそのくらいなんかちゃんと育てなきゃってすごく思っていて、今思うと、まあ、いい面もあると思うんですね。子供の栄養のこと考えるとか、子供のことを思っての行動だから、いい面でもあるけれども、でも2人目をこう出産して育児に慣れて感じたことは、1人目の時は子供の顔を見れてなくって、育児日記とばっかり向き合っていて、数字ばっかり向き合ってて、この子は大丈夫なのかっていうのを
育児日記と向き合ってたんで、数字で向き合ってた、ね、なるほどね、会計士だけに。そうだから子供の笑顔とか、うん、笑った顔が可愛いとか、うん、思う余裕がなかったんですよ。そうなんだ。そう、うん、すごく悩んでいたし、そこから子供は子供で悩んでいたし、一番悩んでいたのは育児と仕事の両立っていうところで、うんうん、とにかく悩んでいて、うん、あ、私って子供が産んでしまったっていうか、まあ、欲しくて産んではいるんだけど、産んでしまったがゆえに周回遅れになっている、子供がいるから自分の人生がこう制限されてるっていうのをすごい悩んでました。そうなんだ、うん、それがきっかけで講座に入ったの？いや、それがきっかけだってその時は思ってない。なんかいろいろ悩んでたから、うんうん、で、浅木さんが羨ましかったんですよ、うんうん、私と同じような境遇でお子さんの年齢も近いのに、確かになんかね、育児で子供に怒ったことがないとか悩んだことがないとか、え、おかしいなみたいな、私と同じ境遇のはずなのに全然違うこと言ってるっていうのがすごい印象的だったんですよ、うんうん、それで羨ましくて何かが違うのかもしれないと思って直感で入りました。なるほどね、うんうん、そこから、うん、まあ、浅木さんがされていることを、まあ、自分がやりたい、自分にできるとは思ってなかったんですよ、うん、例えば教育移住とか、うん、ドバイにね教育移住されて羨ましいなと思ったり、海外旅行にねお子さんとね行ったりとかも羨ましいなと思って、そう、羨ましいなって思うことを一つ一つやっていって中でふと気づいたら、私が今ここにいるのって子供のおかげなんだって、子供のおかげで豊かになれてるんだっていう風に、本当にパラダイムシフトが受けました。すごい、まあ、いや本当にそうだよね。だって子供いなかったら絶対寒いとかバリに移住しようなんて思わないもんね。しないです。子供がこう世界に自分を連れてってくれたってめっちゃすごいことよね。そう、うん、そもそも起業もしてないと思う。いや私もいやそうよね、本当に子供が生まれてなかったら、うん、働き方に悩むことすらなかったから。そうこれ本当にパラダイムシフトだよね。子供がいたから自由がないじゃなく、いるからこそどんどん自由な選択肢を取りに行った方が良くないかみたいな。親がさ、どれだけその世界、自分の世界とかさ、挑戦の枠を広げるかでさ、こうしなさい、ああしなさいとか言っても嫌じゃん。大人だって誰かにこうしろ、ああしろって言われて、その、はい、わかりました、はい、わかりました聞いてもさ、つまんないけど、え、そんなこともできる、あんなこともできるんだみたいなのを勝手に背中で見せてくれて、そしたら自分で、あ、私もそういう風になろう、いや、これはちょっと、私はちょっと違うから、マミーやってるけど私は違うかなとか言って、取捨選択の幅が広がるじゃん。だから背中で見した方が絶対なんかこう、こうしなさああしなさって言うよりも、自分なりにこういうのを見つけてワクワクに向かっていける子になると思うよね。そうなんですよ。だから自分の背中を見せたいっていうのが本当にあります。そう本当かっこいいお母さんだね。ねえ、屋上になって海外移住もして。そうなんですよ。おかげさまで、うん、まあ、企業塾もね、うん、どんどんその稼ぐ人が増えてきて、活躍している人が増えてきて、うん、私は今の目標はみんなで日本の経済をこう回す美しい女性集団を作っていきたいっていうふうに思っていて、素晴らしい、うん、なんかそれをこう思えるようになってることも、うん、やっぱ浅木さんのおかげだなっていうふうに思います。いや確かに、ヨーコリンはこんなに綺麗だけどね、ずっとやっぱ人前に出るとか綺麗って言われても受け取り拒否みたいな、あの何もないですみたいな感じだったところからね、やっぱ札幌の講演会がきっかけでね、そう、人前にこうバンと出るっていう、うん、その自分の見た目を出していくっていうことが、覚悟が決まったのは去年の秋ですね。すごいよね、うん、だから何を持ってるかじゃないのよ、やっぱりこのステージに立とうと思うかどうかって。確かに、うん、そう、持ち物ではないですね。持ち物ではないんですよね。うん、自分がそうしたいっていう風に気づかせてもらったから、うんうんうん、それが全てですよね。そう、うん、すごい。もう美しく稼ぐ集団を作るんだったらね、やっぱり自分も美しく稼ぎ続けたいって、うん、思うもんだし、先頭に立っていかないとっていう、うん、なんか覚悟が決まって、もう浅木さんのおかげです。すごい。誰だってね、あの自分が入るんだったら貧乏そうでなんか
不細工な集団に入りたくないじゃん。誰もなんか美しくてなんかお金も豊かな場所と、うん、貧しくて不細工な場所、はい、絶対こっちがいいじゃん。それほぼ全員そうだと思うから、やっぱりね、もう自分はもう美しくいようと決めるだけでいいんだけどね。本当にそうですよね。ね、うん、いやもう楽しみだね。うん、今日はお金の心理学アカデミーのみんなが遊びに来てくれるの。そうなんです。すごい応援しに来てくれてて、キャー。ヨーコリンのいいところはどこですか？美しいところ。美しいところ。すごい。なんか私の講座って企業塾なんですけど。企業塾なんだね。そうです。うん、なんで、うん、まあ、みんな稼いでいきましょうっていう稼ぎ方を教えている講座なんですけど、うん、美しくなりたいですって言って入ってきてくださる方も結構多いです。なるほどね。うん、すごいね、それは。うん、私のなんかヨーコリンのめちゃめちゃすごいなと思うところは、空間にいるとモデレーターになを勝手に始めるところ。よくなんか YouTube にさ一緒に映る機会が多くて、そうするとなんか他のメンバーが喋ってる時に、え、それでその時に何ちゃんは何に気づいたの？めっちゃ引き出し力をめっちゃ発揮してくれて嬉しいです。そうで、なんかヨーコリンは自分一人がどうしたらもっとなんか結果を出せるかっていう視点をもうとっくに捨てていて、うん、どうしたらなんか自分の周りというかみんなが結果を出せるだろうと、うん、そう、どうしたらみんなが結果を出せるだろう、でそこしか考えてないんだよね。で、うん、そういうことだけ真剣に考えていくと結局はそれが全部返ってきてるみたいな豊かになり方だといつも思ってて、そんな感じよね。イエーイ、ありがとうございます、うん、私本当に浅木さんの真似をしているんですけど、うん、合宿に連れて行ってもらったじゃないですか、うんうんうん、浅木さんに、うんうん、その旅費とか全部出していただいて、うん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 、それを今年お誕生日にやったんですよ。すごい、沖縄で。沖縄しかも豪華だね、うん、そういう豊かさも学ばせてもらってますね。人にこう与えることができるってやっぱ与えた本人が本当に私が幸せになるんだなっていう、うん、その景色をその数年前は、まあ、行かせてもらう立場だったから受け取る側の幸福は感じてましたけど、うんうん、主催する側の幸せな気持ちも経験させてもらいました。いやそう、本当ね、これはもう一回やってみないとなかなかだよねってならないんだけどもらうのも超嬉しいよ。でもあげる時の喜びとかなんか自分に対する私すごいじゃんやるじゃんみたいな、あの喜びコミってやっぱもらうよりはるかに大きいよね。はるかに大きいですし、うん、もっとこれを続けていきたいと思うから、うん、そうそうそう、その自分のビジネス発展させていきたいっていうすごいこうモチベートになりますね。そうそうそう、うん、しかもめっちゃいいことじゃん。そのそうなんですよ。そう、周りの人がすごい喜んでくれて笑顔になってくれて、うん、この笑顔を増やしたいっていうこの気持ちで本当に幸せにあのお仕事できてます。すごい。いつもね、あのヨーコリン あの講座生さんたちといえばヨーコリン大好きでヨーコ熱の高さで有名ですけども、はい、今日はとても良かったね。ありがとう、最高でしたとのことで、ということでヨーコリンありがとう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。